寝る！はい、つみや,やきこんにちは。大西です。今日も肩のお用意、一緒にやっていきましょう。あなたは寝るのは好きですか？私は好きですえー、私ですね。もともと昔は結構夜型だったんですね。なんですけど去年ですね。 えー、結構健康に目覚めてですね。<laughs> はいまあ、できればね。やっぱり健康的に長生きしたいなとか思って、えー、ちょっと睡眠を8時間ぐらいにしたいなと思ってやってきたんですね。で、できるだけ10時に寝て6時に起きるみたいな。あのまあ、いっつもできない時もありましたけど。でも結構割と習慣になってきたんですね。 で、いい感じっていうお話です。はい。で、この寝るという行為なんですけれども、日本語では寝るって一言なんですが、英語では go to bed とか go to sleep とか動詞で sleep っていう言い方もあるわけですね。この違いがちょっとありますので、今日はそこに着目したいと思います。はい。では、例文を作ってみました。I usually go to bed around 9.50 and go to sleep at 10. I sleep I for 8 hours まあこれは私の理想形っていう感じですね。はい。じゃあ意味としては、私はいつも9時50分頃ベッドに入りますと。で、10時に眠りますと。で、8時間眠りますと言ってるわけですね。はい。では、微妙に使っている単語が違いますよね。go to bed, go to sleep. スリープですね。はい。じゃあ、ちょっと違いを説明しますね。まあ、でもこれね、そのままなんです、実は。頭の中に絵を描いてみてください。はい。I usually, I がしですね。Usually は、いつも大抵っていう頻度ですね。はい。ゴールベッドしますと、ベッドに向かって行くって言ってるだけなんですね。だから、ベッドに向かって行く行為のみです、これはね。はい。だから、ベッドじゃない、寝室じゃない場所にいて、テレビとか見てて、ベッドに行くっていう行為が、これゴートゥーベッドなわけですね。 だから9時50分頃ベッドに行きますと。はい。で、そしてゴールスリープ。今度はスリープに向かっていくわけです。っていうことは、これが寝るっていう行為なんですね、実際に。実際に寝るのはこっち、ゴートゥースリープなわけ。はい。ゴールベッドはベッドに行くという、まあ、寝るための準備ですよね。うん。ベッドに行くから寝るための準備をするってこと。で、ゴールスリープは、 このスリープに向かっていくから実際に寝,寝るってことですね。はい、10時に寝るってことですね。眠りをスタートさせるって感じですね。で、I sleep for 8 hours。このスリープは動詞ですね。眠ってるっていう状態的な動詞なんですよね。8時間眠ってると言ってるわけですね。はい、こんな感じなんですね。はい、ではこれを踏まえて例文を英語にしていきましょうね。OK、No.2。いつも何時に寝てるのご自分で言ってみましょうね。 はい、聞きたいことが頭だから何時 What time? はい、日頃のことだから現在形の質問ですね。do you? いつもって入れときますね。do you usually? はい、寝るという行為ですね。go to bed または go to sleep もありですね。どっちでもいいですね、ここはね。はい。 何時にベッドに行くのって聞いてもいいし何時に眠りに行くのって言ってもいいですよね同じことですよねはい OK What time が聞きたいことを言うが主語、えー、動詞が go to bed go ですねはい to bed または to sleep ということですねはいということになります OK3、okay, いつもどれくらい長く寝てるのはい寝てる状態かってことですねはい今度は動詞の sleep を使いますねはいでは how long Do you usually、sleep? はいこんな感じですね。はい、How long? 時間の長さ、もの長さですけど、どれくらい長く You s ス e ープが動詞ですね。はい、どれくらい長く眠ってる状態なんですか眠ってますかっていうことになりますね。この「ス e ープ」という動詞は一般動詞なんですが、えー、眠ってるっていう,こう状態チックな動詞なので、はいこの、 時間の長さとの相性がいいですよね。OK, for: テレビを見,る見ている子供に寝る時間よというわけですね。はい。要はテレビ見てて寝ないわけですね。はい。この場合、もうベッド行く時間よって感じですよね。まだベッドに行ってないので。なので、It's time to go to bed. っていう感じになりますね。うん。はい。 It's time to go to bed. go ベッドに行く時間ですよっていうことになるわけですね。5. ベッドで遊んで寝ない子どもたちになんかベッドでキャッキャッ言ってね遊んでる子どもたちにうちのお子たちとかもそうなんですけどもう遅いから寝なさいっていう場合、まあ、ベッドには行ってんだけどスリープに行ってないんですね。なので「It's late」もう遅いわよと。はい。なので「go to e sleep になりますよね。はい、こんな感じの使い分けですね。こんな感じで日本語と英語はやはり文化が違うので言い方が違ったりしますね。日本語だったら寝るっていう一つの行動で全てを包括して言えるんだけど、英語はちょこちょこ違ってくるわけですね。ただ英語ってやっぱり頭の中に絵を描くと捉えやすいです。だってそのままだから、見てもう一度、go to bed、ベッドに向かって行く以上なんですよね。 ベッドに向かって行くって言ってるだけなんですよね。はい。g o to sleep、眠り、睡眠に向かって行くっていうことだから眠り始めるってことなわけですね。はい。動詞の sleep は眠っているっていう状態チックな動作ということですね。こんな感じで絵を描いて捉えていきましょう。では音読ですね。No.1 I usually go to bed around 9:50 and go to sleep at 10. I sleep for 8 hours. I usually go to bed around nine fifty and go to sleep at ten. I sleep for eight hours. I usually go to bed around nine fifty and go to sleep at ten. I sleep for eight hours. I usually go to bed around nine fifty and go to sleep at ten. I sleep for 8 hours. I usually go to bed around 9.50 and go to sleep at 10. I sleep for 8 hours. Number 2いつも何時に寝てるの? What time do you usually go to bed? What time do you usually go to bed? もう一つ、スリープも行ってますね。What time do you usually go to sleep?What time do you usually go to sleep?What time do you usually go to sleep? What time do you usually go to sleep?Number 3. いつもどれくらい寝てるの h o w long do you usually sleep?How 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 long do you usually sleep? Number four It's time to go to bed. 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 It's time to go to bed.No.5 bed. bed. ベッドで遊んでいて寝ない子供たちにもう遅いから寝なさい。It's late, go to sleep.It's late, go to sleep.It's late, go to sleep. It's late, it's late. Go to sleep. 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 Okay. Today, Thank you for watching. See you next time. Bye.